さあ初戦は引き分けでしたが、今シーズンは大型補強を行い、注目選手もたくさんいる今年の FC 岐阜、はい、その中でもこちら、新たにキャプテンを務める加入2年目元日本代表の柏木陽介選手です。移籍を機にチームと自分自身に向き合う中で、ある変化が生まれたという柏木選手を取材しました。 FC 岐阜2年目、今シーズンキャプテンとしてチームを引っ張る柏木陽介選手34歳、 J2 復帰へ強い覚悟で臨んでいます。昇格以外考えてはないので、内容悪くても勝ち点1でも持って帰るような、サッカーにしていくというところをまず前提にやっていきたいと思っています。しかし FC 岐阜への加入は思いもかけない出来事からでした。去年2月、コロナ禍で規律違反を繰り返したとして11年間所属した J1 の浦和レッズを離れることになったのです。本当反省っていう日々が、2週間ほど続いた中で、前向く努力をしていったっていう。入団後、柏木選手は受け入れてくれたチームへの感謝の気持ちを胸に、ただチームの勝利のため自らを奮い立たせてきました。相手ゴールへ果敢に向かい、ベテランながら体力の限界に挑むようなプレー。仲間には厳しさを持って接し鼓舞してきました。しかしチームは昨シーズンも優勝争いから脱落し、結果は6位。柏木選手はチームの根本的な弱点に向き合います。何が悪かったって言ったらやっぱメンタル的な部分かなと。メンタル的にも、雰囲気的にもやっぱチームとしてなんかこう、ああまとまりきってないなっていうのが自分の中であって、まあ、チームとして、今までのぬるさが残りすぎてたのかなっていうのはすごく感じました。お互いを刺激し高めていくような意見を言い合わずにいたことが、そうした雰囲気を作ってしまっていたといいます。自分じゃなくてもう人はあいつああだわ、でもこの戦術ああだわこうだわ、もうこのチームダメだわ、意見を言えないような状況がたったあったんで、やっぱみんながみんな意見を交換し合わないといけないし。そして今シーズン、意見を自由に言える雰囲気を作りたいと一人一人に寄り添っています。人のこと伝える、なんかどうやって伝えたらいいか、正直サッカーのこととか特に分からなかったんですね。もう知らんかったらいいわっていう感じでほったらかすようなことが多かったんですけど、いやちゃんとその選手の目線どういう感じで思ってるのかっていうところに踏まえて考えてあげる。自らの課題とも向き合い、相手に伝わりやすいようなアドバイスを試行錯誤しています。そんな柏木選手の変化に驚いている選手がいます。今シーズン同じく浦和レッズから加入した宇賀神智也選手です。レッズにいた時は良くも悪くも王様というか王子様というか、プレーというよりこうメンタルの部分でいい時はすごい何でもできちゃうけど、悪くなった時にこうなんかちょっと下を向いてしまうだとか、岐阜に来てからなんかそうではなく、なんでできないんだよとかじゃなくて、いや今のもうちょっとこうやってやったらよかったんじゃないのとか、人によってこうちゃんと対応変えたりだとか、大人になったなって、全然違いますね正直。柏木選手の背番号は去年から岐阜県の市町村の数の42。チームだけでなく岐阜県全体を盛り上げたいと自ら足を運んで魅力を探し SNS で発信しています。こんないいとこがあるんだっていうのを知ってもらえると、もっと応援してもらえるきっかけにもなるかなと思ったので、移籍を機にチームを変え自らも変わろうとする柏木選手、今シーズン結果を求め走り抜ける覚悟です。
個人としての目標は全然なくて、チームとして昇格することだけを考えてプレーします。チームとしてどうあるべきか、自分としてどういうことをすればチームが勝てるのかっていうところを意識して臨んでいきたいと思ってます。他の選手たちのため、そしてチームの勝利のために、こう献身的に変化していったんですね。はい、そうなんです。もうベテラン選手がこう全てを変えるっていうのはなかなか難しいことなんじゃないかなと思うんですけれども、本当にチームに捧げる姿、本当に印象的でした。さあ、おとといの試合、柏木選手は軽い怪我などの影響で出場はありませんでした。しかしこの試合、キャプテン不在でもミスが出ると修正点をしっかりと伝えたり、いいプレーをしたら積極的に褒めたりするなど、これまでにないチームの一体感を感じました。今後どのようにチームが成長していくか注目したいです。 FC 岐阜、次の試合は今度の土曜日ホームゲームです。 J2 から降格してきた愛媛 FC と対戦します。